さて、続けてやってくよ。ちな、取りだめしてるからコメントの反映はできないよ。ごめんな。から来たんですね、わかります。現場とつおつ。友達になりたい人に対するファーストコンタクト強烈すぎだろ。距離感つかむの下手くそか。じいちゃんばあちゃんなら、心臓発作で死んでるレベル。今回はサクッと一回で、クリアしたいもんだね。それ、フラグでしかないから。フラグ回収なんて、絶対しないんだからね。前を向いて歩こう。涙がこぼれないように。それ、元ネタ。若い子わかんないから。やれるやれる気持ちの問題だ。その後、彼を見た者は誰もいなかった。有害だったんですね、わかります。生まれてきたことを後悔させてやる。で実際に言ってる人、アニメ以外で見たことないけどな。ちょっと中二病を患ってますね。お大事にどうぞ。俺なら最後におっぱいを揉みたい。亀仙人か、お前は。おっぱいの話してたら、死んだ。恐るべし、おっぱい。おっぱいに罪はない。油断して、鼻くそほじってたお前が悪い。トリマ、ハゲ人形にストーカーされるまで、早送りするを。
てるね。うん、後ろからハゲ人形の足音が聞こえる。怖い。ここら辺がさっき死んだ場所だね。ここから先は初見となります。初見プレイでは高確率で死ぬことに定評のあるゆっくりがお送りいたします。もうフラグは回収しないぜ。途中、たまにある白い紙を調べて、動画広告を最後まで見ると、便利なアイテムがもらえて、電気が全回復するらしいけど、そんなのは絶対に使わない。それが男、それがゆっくり。っていうか、動画広告見ちゃうと、多分録画切れちゃうしな。それな。これで、ちょうど一周したみたいだね。ゴールが、遠い。立ち止まって、振り向くたびにドキドキする。もっと早く振り向ければ、少し余裕ができるんだけど。もう少しでゴールだと思う。だから、頑張ろうぜ。ああ、そだな。もう、ここの張り紙は全部読んだから。ここからは張り紙全スルーで行くよ。さあ、鬼ごっこの始まりだ。ほーら、鬼さんこちら、手のなる方へ。同級生から、お前、逃げ足だけは早いな、って言われた。俺の逃げ足についてこれるかな？怖いから、歌いながら歩こうぜ。怖くはないけど、お前がどうしても、って言うなら、付き合ってやらんでもないぞ。強がりおつ、お化けなんてなーさ、お化けなんて嘘さ、寝ぼけたヒートが、見間違えたあのさ、だけどちょっと、だけどちょっと、僕だって怖いな。僕だって怖いな。ちょっとは合わせる努力しろよ。バラバラじゃねえか。音痴のお前に合わせるとか、何の冗談だ。音痴はお前だろ。耳腐ってんのか。今、テロップでなんかひどいこと言われた気がする。俺も、なんかそんな感じした。気のせいかな？てか、もうこれ放置しても大丈夫じゃね？前を向いてれば、自動で歩くし。バカ野郎、その油断が命取りなんだよ。油断したやつから殺されるんだよ。ホラー映画のように。ホラー映画といえば、ジェームス・ワン監督のホラー映画作品とか好きだわ。資料館シリーズとかな。清水隆監督が描くジャパニーズホラーも個人的には好みだわ。霊的な怖さとは少し違うかもだけど、洋画ホラーのエスターとかもおすすめだよ。映画とは違うけど、毎年夏になると放送してる本コアとか好きだわ。おっと、ゴールかな。逃げ切ったぜ。張り紙さえ読まなければ、余裕で逃げ切れるね。次も頑張るを。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。パート3も見てね。見てくれなきゃ、枕元に立ってやる。